いた。その目でしっかり見てくれってばさ。どうだ。随分と小さいな。それでは螺旋岩とはとても言えないが、できていることに。最後まで話を聞かないやつだ。どうしました？なるほど、ひどい話ですね。では、私がいいものをあげましょう。それって…これを使えば、その方に認められるはずですよ。これからは、クール、スマートに、小さな労力で限りなく大きな成果を導き出す。努力や根性といった言葉はもう時代遅れなんです。若、あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。その師匠気取りの方と7代目にもね。サスケのおっちゃん。今度こそ認めさせてやるってばさ。よくも少ない時間でそこまでできたな。父ちゃんとは違うんだよ、才能が。確かにお前はナルトとは違うようだ。そう思いたくはなかったが。で、どうなんだよ。いいだろう、弟子にしてやる。で、何すんだってばさ。まずはお前の実力を測る。え？でもこの前もやったじゃん。あの時のあれが全力だというのか。全然ちげえし、あの時は本気なんか出してねえし。だからだ、お前の本当の力を見せてみろ。わかったよ。前の俺と今の俺が全然違うこと教えてやる。
変わった俺の実力を見せてやる。やってやる。生まれ変わったか。そこだ。やってやる。もう分かったんじゃねえの？俺の実力。なんか言ってくれてたな。やっと使えるな、この人間。これさえあれば父ちゃんもびっくりするだろ。いざ驚いただろ、俺の華麗な術の数が強えだろ。俺は本当の力を見せろと言った。だがこれがお前の答えってことだな。どういうことだってばさ。なんだよ。一つ尋ねる。お前はなぜ俺への弟子入りを求めた？なぜって、そりゃ父ちゃんの弱点を教えてもらって、そね、父ちゃんに勝ちてえからだ。うすらトンカチが。うすら何？いいだろう。望み通り、これから修行を始める。